誰だって可愛く変わりたいんだ。知らない顔しても意識し合ってる。背伸びしたメイク時々だけど、気づいてくれなきゃダメなんだから。期末試験とか毎日毎日忙しいのは女の子だから仕方ないじゃん。めんどくさがり屋でちょっと人に泣かされる。隠し事だってあって